あ、いった。いた。うわすごい。大丈夫ですか、はい、かわいいですか。はい、はい、とても。ありがとうございます。罰ゲームですかこれ。おはようございます。おはようございます。今回こんなものを用意しました。どうぞ。炊飯器の次は何ですかこれ。今回の旅のテーマは冬の上の山で一句ということで。一句、はい、うわめっちゃ苦手なやつ。実はですね、本日上の山を代表する冬の行事カセドリというものがありまして。カセドリ、はい、まあ、そこで感じたものを今回は五七五読んでいただければなと。カセドリの五七五、うん、はい、早速行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかこの、はい、あの踏んでるこの音とかめっちゃ新鮮です。この雪こうやって踏んでるグニュ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 っていうやつ。なんか効果音が全然違う。そう、なんか上の山城もすんごい綺麗。めっちゃ映えますね。うわめっちゃ綺麗。雲もない。本当にいやすごいですね。上の山の一大イベントなんですね。実は今回このカセドリで弊社スタッフの小山がカセドリになって参加するそうです。小山さんしっかりやる。あ、じゃあいるってことですよね。中になんか水かけたりしていいらしいんで。応援室で水かけていっぱいかけていいってことですよね。おかけます。じゃあ盛り上げてあげる。はい、わかりました。よろしくお願いします。今回の皆さん、いたいたいた。小山さんいた。小山さんいた。これ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 。旗立ってる旗立ってる旗立ってる。カセドリの。はい、それではこのまま B チームも出発します。B チームも出発します。はい、行きましょう。水かけに。B チーム出発になります。いやでも本当に天気良くて良かったです。あったかいし。すごいなんかすごいイベント。カセドリ様のお手柄だぞー。そーれかけていいの。うわ絶対冷たいこれ。もうちょっとしかないんでこのまま行きます。このまま行きます。あとちょっとしか。お疲れ様でした。え、どうでした。いや、まあ、楽しかったですね、率直に。え、寒くなかったですか。今日はもうめちゃくちゃ天気良かったから、なんかその水かけてくれる子供たちとかの笑顔を見ると
っぱやってよかったなって思う。あ、え、結構人生が変わりました。いや変わるかもしれないねあっちいい人生になるかも、ね、よかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ、あの一句ちょっとしたためていただけたらなと、はい、どうしようかな。いきました。発表よろしくお願いします。はい。かっかっか、わらしたたるる神の山。なんか馬毛に見えますけど、どういう意味ですか。まあなんか意味ないわかんない方がなんか頭よく思えない。まあかっかっかは普通じゃないですか。まあ、カセドリかっかっか言ってたんで。まあ、わらしたたるるっていうのは水とわらをがなんか落ちるのをかけました。いやこれあの抽選で1名様にご応募ください。誰かがね、誰かが応募してくれてる明日ね。じゃあまた、はい、ちょっとすごいもの見に行こうかなと。明日、はい、楽しみ。思ってるんで、今日初めてじゃないですか泊まるの、ね、今日は泊まりですので。ありがとうございます、はい、明日またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。2日目の今日は蔵王ボーダイラにて絶景の樹氷を見たいと思ってます。お、誰でも見れるもんなんですか。誰でも見れるけどタイミングさえ合えばみたいな、もしかしたらあんま見れないかもしれない。じゃあなんか私の運も試されてますね。持ってるか持ってないかは、はい、晴れ女なんで綺麗に見えると思います。ありがとうございます。じゃあ早速ガイドさんに会いに行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。いらっしゃいませ。ようこそ来在。石川と申します。大沼です。よろしくお願いします。ちょっと私あの登るの初めてなんですけど大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですかね。ここら辺歩ければ大丈夫。大丈夫です。あ、絶景見れますかね、はい、うん、絶景は見れます。あ、はい、ちょっと楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。座ります。うわあ、はいはい、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。はい、お願いします、はい、じゃあ行きましょう。あれ、登るんですか。登ります。ゆっくり。でもこれ頑張ったら絶景見れるかもしれないですもんね、うん、ほぼ毎日登ってます、うん、すごいな。ちょっとずつね、後ろ振り返りながら行きたい。後ろ振り返りながら行きたいんですけど普通に休憩しながら行きたいですねでも皆さん通るから雪が結構固められて歩きやすくはなってるんですよ ね。昔はこんな踏み固まってなかったから。あ、そうなんだ。もっとふっかふかでした。そう。ああ、今そこも看板見えるでしょ。標識、道路標識。本当だ道路だここ、うん、そこ道路だから、車走れないですね。これはいつもより出てる。いつもより出てる、うん、あの上しか今だと本当は見えないはず、でも今日風なくてよかったよ本当に。いい方ですかこれ、うん、お、ウサギの糞を発見。嘘、よく見つけられましたね。ウサギの糞。そんな、すごいよえ、でもウサギって冬ごもりしてるんじゃないですか。冬も動いてます。あ、動いてるんだ、うん、でこの上を走ったっていう。そう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 。へえ、こういう木の新芽を食べてるから、うんうんうん、うん、じゃあどっかにホラー穴というか穴があってそこで、そうそうそう、うん、隠れてる。へえ、すごい。もうちょっとだよ。もうちょっとですか。うん、さあここ絶景ポイントですよ。ここ嘘よいしょ。うわすごい、すごっ。
森みたいな感じなんですよね、いつも。そう、いやなかなか見れないですね、こんな景色。いや絶対多分生涯そんな見ることない景色を生で見れてる、やば。じゃあ石川さん、ここで一句。待って、考えてなかった。一句、一句読まないといけないですよ。お願いします。いきます。よろしくお願いします。チクチクと北風当たり樹氷顔、いかがですか。まだ樹氷顔まで行ってないですね、今日は。10点満点中何点ですか。まあ、10点満点中7点かな。あ、でもいいんじゃないですか。高い、やった。じゃあこれ、あの抽選で1名の方にはい、お渡しさせていただきます。すいません、あのありがとうございました。本当にこんなところまで、こんな絶景まで。まだ下りもありますからね。これカットしたらなんか乗れるとかじゃないんですよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一緒です。ありがとうございます。じゃあ降りましょうか。どうでした、樹氷。樹氷本当にめちゃめちゃ疲れたんですけど、あの絶景多分生涯で多分見れることなんてそんなないんで。そう、ね、最高でした ね、 ぜひね、みんなに見てもらいたいな。そうですね、ぜひ上の山だって、あれ本当見れるところ全然ないって言ってたんで、うん、見てほしいですね、うん、ぜひ。ということで次の、はい、あの行ってもらいたいところはこちらの高原園さんです。めちゃめちゃ素敵な建物。はい、こんにちは。ようこそ高原ゆえ、今日お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ中に行きましょう。はい、はい、どうぞ、はい、ご案内いたします。お願いします。どのぐらいなんですか、もう営業されて。オープンが2020年の7月になります、はい、あ、そうなんですね、はい、ただ2年ぐらいしか2年ぐらい、はい、経ってますので。うわ、じゃあまだ、はい、結構新しい新しい建物でございます。はい、石川さん、今日はここであのサウナに入るということで、サウナをたっぷり教えてもらってください。はい、サウナあの全然わかんないんで、初心者なんでよろしくお願いします。はい、整っていきましょう、はい、整いたいです。はい、お願いします。お願いします。さあ、こちらへ。はい、うわ、すごいなんかヒノキの匂いが、はい、木の匂いがします。木の匂いがすごい、はい、感じられると思いますので。でも素敵な、暖かくて、はい、わ、素敵ですね。はい、なんかカフェとかも飲めるんだ。ちょっとカフェとかも最近流行りのオロポとかも、あ、はい、ご提供させていただきます。聞いたことあります。はい、オロポ飲んでいただければと思います。ありがとうございます。はい、貸し切り中、貸し切りなんですか、このサウナは。貸し切りサウナになりますので。すごい、はい、スリッパ、はい、はい、足元滑りますのでお気をつけていただければと思います、はい、でもなんかすごい温泉の匂いしますね。はい、一応地下から汲み上げてる温泉になります。あ、そうなんですね。弱アルカリ性の温泉になります。へ、はい、はい、うわ、すごい、はい、サウナだ。こちらが当然自慢のトレーラーサウナになります。トレーラーサウナ、はい、へ、温度に関しましてはだいたい80度からその日によって100度まで100度設定がありまして、はい、県内では珍しくあのセルフロウリュができる、セルフロウリュ、はい、なっております。薪ストーブで、はい、のサウナになりますので、火加減とかも自分たちで調整できる、そうなんだ、施設になっておりますので、はい、で早速着替えていただきまして整う体験を、はいはい、させていただければと思います。かしこまりました。はい、はい、お願いします。じゃあ着替えてきます。はい、着替えてきました。はい、それでは早速ご案内させていただきます。お願いします。じゃあこちらでどうぞ。はい、大丈夫ですか、はい、かわいいですか。はい、はい、とても、ありがとうございます。これこのままで大丈夫ですか。大丈夫です。あ、あったかい。あと当店ではですね、常時10種類のアロマを用意しておりまして、はい、お客様の好きなアロマをお選びいただけますので、ですね、はい、一番人気は白樺の匂いとか、いい匂いですね、白樺、はい、レモンと、レモン匂いが、はい、大変人気でございます。そうなんです。ロウリュするか。あっち。
なんだろうな、涼しい涼しい。じゃあいいですか次。はい、それでは水風呂にご案内させていただきます。はい、お二人どうぞ。はい、すごい、こんな水風呂があるんですか。おお、すごい。本日は 9.2 度温度になっています。結構冷たいですよね。冷たいですね。そうですね、一応いわゆるシングルっていう、はい、それでは階段で入っていただきます。はい、はい、意味わかんない。おかしくなりそうなんですけど、まあ、行くか。これこれ取ろう。もうなるべくなら全身。全身使っていただいて。死ぬでしょこれ。こちらの椅子がサウナーの御用達の椅子になっておりまして、ちょっと失礼、はい、あってそのまま体重かけていただいて、このまま、はい、こういう、はい、あ、すごいすごいすごい、はい、はい、今ですね、こう上がった交感神経が、はい、またこう副交感神経とギャップが生まれてきますので、うん、これがいわゆる整うっていう状況、はい、一般的に言われてますので。いいですね、リラックスして全然なんか寒い感情、感覚なくなりました。はい、 OK です。はい、いけます。これどうやって起き上がればいいんですか。足を下ろしていただいて、で、上、足と体を、おお、すいません、なんか壊した。なんか壊した。大丈夫です、それが外れただけなので。いただきます。では、お願いします。座っていただいて、はい、リラックスしていただいて、はい、吉川さん、はい、ここで一句お願いします。はい、書きました。じゃあ、発表をお願いします。はい、高原湯、体を癒す蔵王雪。どうですか。どうです。7点でもう点数つけられた。なんかさっきも樹氷見に行った時に、はい、あのガイドしてくれた方が7点だったんですよ。はい、何どこを直せばあと3点いけますかね。一応言いますと、はい、ここは蔵王棒平なので、棒平つけてほしいただけたら10点だったかな。うわー悔しい。そっか、最高でした。ありがとうございました。本当にまだまだですね。ありがとうございます。こんな茶場に付き合っていただいて、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一泊二日の金山の旅、はい、最初カセドリでした。カセドリいかがでしたか。はい、いやカセドリ、本当に驚きでしたね。あんまりていうか、生で見たのは初めてなので。小山さん頑張ってましたね。いっぱい水かけられたんで、はい、会社では優しく接しようと思ってます。はい、樹氷もね、絶景でしたね。最高でした。でもあれ小ぶりみたいなので、もうちゃんと丸くなってるやつをもう一回、やっぱり行ってる間にはもう一回ぐらい見たいですね。はい、そして高原が使う、はい、蔵王の雪を見ながらサウナに入って出て、あそこに椅子に座ってたらもう最高に気持ちよかった。整いました。蔵王のその樹氷見て温泉入ってみたいな、女子会みたいなのもやってみたいですね。楽しみですね。はい、シリーズ5回やりましたけど3回も出演いただいて、そうですね、初の東北だったんですよね。私にとって神の山はとても貴重な体験ができたと思います。ありがとうございました。本当になんと高原園のお兄さんからプレゼントです。え、これ何ですか。
あの大好きなクラフトコーラ。あ、じゃあコーラ飲んで一言。いただきます。美味しい。神の山最高。お疲れ様でした。せっかくお風呂入ったのに。もう一回。